1928年のハロルド・ペリン・ハロルド・アーネスト・ペリンはイギリスの航空の先駆者、イギリス海軍の軍人としては、少佐で退役している。1906年から1945年まで、王立飛行クラブの事務局長を務め、1936年には、コマンダー勲章を授与された。事務局長として、数多くのエアレースを組織し、 その中には17戦のキングスカップレースや5戦のシュナイダートロフィーレース、2度のイギリスオーストラリア間のレースが含まれている。ユアペインティングスハロルドイペリン。BBC 2014年8月15日閲覧。ABC World Digest by Fixd Text Cable and Radio。クーリーメール。 p4http コロンスラッシュスラッシュトローブ .nla.gov.au スラッシュ ndp スラッシュデルスラッシュアーティクルスラッシュ49641581ジョンブレイクエイブリーフヒストリーオブザロイヤルエアロクラブ王立飛行クラブ2014年8月15日閲覧バースデーアナーズフライト30 19,http://www.flig, コロンススララッッシシュュ htglobal.com, スラッシュ pdf, a, r, c, h, i, v, e スラッシュビュースラッシュ ,1936 スラッシュ ,1936% 二十二十万千八百十四 html ですず elsewhere. ピッツバーグポストノールイコールガゼット http コロンスラッシュスラッシュニュースドットグーグルドットコムスラッシュニュースペーパース2度イコール1129ダットイコール1948万412 i d イ,イコールナバッチシットイコールワイニオーダーバッチピコグラムイコール4794 282 28 8752 0 14年8月15日閲覧ありがとうございます